まだまだ澤部さんと音楽的なことも話していきたいんですが、はい、でも楽器とかってもう本当にいろいろされると思うんですけど、うん、あ、そう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 、どういう瞬間にあこれやってみようって言って習得していかれるんですか？僕ドラム叩くの好きなんですけど、はい、ドラムは小学校の音楽室にあって、小学生の時からすごっ転調もしてたしドラムも叩いてたってことですよね。僕ドラム好きなだけで上手くはないんで聞くに耐えないと思いますけど、当時のドラムなんて、いやいやいや、でもなんかこういう楽器もやってみたいとかまだあったりするんですか？うん、ありますあります。何ですか？なんかでもやっぱり管楽器やってみたいなって思う時ありますよ。ただ僕超物臭だから楽器のメンテナンスとか絶対うまくできる気がしないと思って。楽器ってほんとメンテが大変ですもんね。そのめちゃくちゃ久しぶりに楽器の開いたらもう弦が切れちゃってたりとか、私もやっぱり一回ウクレレのをそのまんま弦張ったまま置いといて、あ弾こうと思って出した時にそのブリッジからベコーって取れてたことがあって、その時にもう本当に申し訳ないって気持ちになって、で修理をしたんですけど、ちゃんと湿度とかなんかいろんなのしなきゃ、なんかこんなどん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 いろんな楽器面白いと思って買っちゃうんですけど、大切にしてあげたいって思いますもん ね、まあ、ね、管楽器でもめっちゃ似合いそうです ね、チューバとか持ってたら絶対面白いでしょやってほしい、マーチングとかしてほしいですよ ね、そう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 、私バトウキンやりたいです今。あモンゴルのやつだ。さあそうですそうです。弦2本、1本、いや2本でしたっけ、なんか1回だけしか触ったことないんですけど、そういうなんか見たことのない、なんか触ったこともないような弦楽器がすごい好きだから、そうか、なんか触りたい楽器とかあったりしますけど。アコギとかはでも最近になって買ったりとかするんですか、ギターで？いやでも僕ずっと小学生の時に買ったギター使ってて、ただすごい、そうそうそう、5年ぐらい前にようやくちゃんとしたギターを買った。え、それまではずっとそれを使ってたんですか？ヤマハの古い国産のギターをたまたまフリーマーケットで800円とかで買って、800円、そう、なんか相性が良くてすごいな、なるんですよ。なるほど。 そう、でそれをずっとレコーディングで使ってて、でもでマイクつけてなかったんですよ。なんかマイクつけると穴とか開けると響き変わっちゃうよなと思って。本当ありますよね、ヴィンテージの楽器って。ここをそのピックアップというか、あのギターのそのコード刺すところを開けなきゃいけないから、うん、あそう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 、なんか1800年代のギターを買ったことがあって、買った時に穴どうしますかって言われて、でも使えなかったら意味ないからって言って、うん、穴を開けた時はちょっとヒヤッとしましたね。ああでもあんまりその時は変わんなかったですか？あんま変わんなかったですね。あ、変わりました。いやでそれは結局開けなかったんですよ。じゃあもうマイクで撮るってことですよね。そうで、やっぱマイクで撮ると弾き語りでやってるとこう動けないじゃないですか。動けない。そうだからもう弾き語りもエレキでやってたんですよ。あそっか、まあ、確かにエレキで弾き語りされてるイメージありますね。そう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 。でそれを2018年ぐらいに今使ってるマーチンの D35 ってやつを買って、それはもう最初からついてるやつなんで、あの今はアコギでもライブができる。なるほどそっか、それもあってエレキでやってた。そう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 なんです、そうなんです。そのエレキはいつ買ったものなんですか？ね、でもエレキは2013年ぐらいにリッケンバッカー買ってて、やっぱりこうリッケンバッカーって難しい楽器でなんかね、やっぱり僕体重もすごいあるからお腹も出てるから、こうやってギター弾くじゃないですか。ギター持って弾くとこうお腹で支えちゃってすごいネックがいわんいわんになるんですよ。そうそうそう。そうでフェンダーとかだとそういうのは少ない。確かにもともと誰が弾いてもリッケンバッカーってちょっと難しい楽器ではありますよね。ネックもやばいしチューニングも難しいから、泣く泣くフェンダー最近買って、そうたまにそっちでやったりもしてますね。楽しいですよね楽器買うの。そう楽器買うの楽しい。楽器屋さんとか巡ってなんかもう意味わかん、全然買うつもりなかったけども出会っちゃって買ったのがなんか今の楽器たちだなって思いますね。僕でも楽器買うときって本当見た目のことしか考えてなくて、私もですよ。
と。もう一番はもう完全に見た目も音じゃない。ああそうだよね。もうビジュアルがどんだけタイプかっていうのが、うん、そう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 、もうそれが全てですよね。ね、多分前なんかのライブで見た時、さくらさんが持ってたそのちっちゃい箱ギターみたいな。それは多分あのギブソンの339っていうちょっと小さい女の子でも弾きやすいやつを。あれでもめちゃくちゃ可愛いやん。可愛いですよね。最高。可愛い。ちょっと小さめでビジュアルも好きで使ってますね。うん、あれスケールとかもはちっちゃいんですか？ちょっと短いみたいですけどね。やっぱ他のやつよりもショートスケール。あれは相当可愛いギターですよ。よかったです。超可愛いあれ。実は今度のアルバムの初回版に弾き語り版がついてる、はい、そうなんですね。初回版ディスク2が入ってて、はい、それアルバム全曲の弾き語りバージョンなんですよ。すごい、うん、大変だったでしょう。でもそのなんでそれ入れたかっていうと、コロナ禍で家から弾き語りライブを何回かやったんですよ、はい、でなんかそれがまあ楽しかったっていうのもあって、うんうんうん、でなんかそういうムードを残しておくべきかもなと思って。なるほどな。でそれでアルバム全曲の弾き語りを入れました。え、それって後日レコーまたスタジオに入って一日何曲ずつぐらい撮るんですか？あ、いやもう本当家で。あ、いいですね。家で宅録したんですか？そうそうそう。実はトワイライトってアルバムの初回版にもそういうのやって、その時はスタジオでやって、でなんかそれはそれで好きなんですけど、はい、なんかやっぱうまい具合になんか質感がもう一歩出せたかもしれないとも思ってたんですよね。はいはいはい。で今回はかなりうまくいった気はする。おそろそろ澤部さんとお別れの時間となってしまいましたが、はい、これからまた挑戦したいようなこととかって何個かあって。おでもね、なんていうかやってみたいことだと、例えばこうもうそのスカートってバンドで、うんうん、もう12年やっちゃって、そう12年信じられん。今まではもうほんとバンドサウンドこだわってやってたけど、うん、あのほらパンピーさんとオットタクシーって曲やった流れもあって、ね、最高の曲ですよ。あれめっちゃかっこいいですよね。かっこいい。そうだから他の人になんか投げてアルバム1枚作るのも楽しいのかな、うん、とも思うし、確かに確かに、もうこのソングス作った勢いで変な曲いっぱい作って、うんうん、9ヶ月後とかにもう1枚出しちゃうみたいなのも楽しそうじゃないですか。楽しそうでもそれこそそのオートタクシーもだけど、うん、なんか自分の違うものと違うものの融合ってやっぱすっごい面白いなって。そう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 、だから夢の中の時もそれすごい思ってて、ね、そういうアルバム作ってみたいなっていう気持ちもあるし、うんうんうん、だから今すごい迷ってますねえ、なんかいろんなやりたいことがあるからどう、一個のアルバム作るの大変ですしね。そう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 、本当にこんなの初めてですよ。アルバム作り終わって次やりたいことがもうあるなんて、すごい羨ましいですということで今日はスカート澤部あたるさんをお迎えしました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。藤原さくらがナビゲートしてきましたバウミュージック、いかがだったでしょうか。いやもう本当に1ヶ月間いろんな方々と普段はできないような深いお話をたくさんすることができて、そしてもう質問したいことがもうたくさんありすぎて時間が足りなすぎる、本当にあっという間な4回でした。来月のマンスリープレゼンターは P としてのアーティスト活動を始めたオーサムシティクラブのポリンさんが担当します。ということで1ヶ月間ありがとうございました。ここまでのお相手は藤原さくらでした。